こんにちは。あ、いいわ。続けていくだじゃ。はい。こんにちは、渡辺です。池田しおりです。はい、ということで、今日はどうします？今日は、ゴム1本でできるヘアアレンジやっていきたいと思います。はい。はい、ということで、ゴム1本ってどんな感じ？はい、なかなかゴム1本で、なんか可愛いアレンジってちょっと難しいと思うんですけど、うん、まあそうやね、なんかピンとか使いたくなるもんね。おうおうおう。なんですけど、まあ、ちょっとサイドの髪の毛を2回ぐらいクリクリってねじって、で、あのポニーテールみたいな感じにしていきます。なるほど、ポニーテールでちょっとおしゃれなゴム1本でいけるっていう感じですね。はい、巻いといた方がいいの？巻いてますね。今日はガッツリ巻いてます。まあ、巻かなくてもいける？はい、短い方はそんなに巻かなくていいんですけど、あ、まあ、ミディアムぐらいは、はい、ちょっと巻いといた方が可愛いかなと思います。なので、まあ、長さ別で巻かない人もいるし、巻いても OK なアレンジになってるかと思いますので、ぜひよかったら参考にしてみてください。それでは動画スタート。ヘアオイルをワンプッシュ出します。髪の毛全体にオイルをなじませます。まずサイドの髪の毛を耳後ろで半分に分けます。両サイド同じぐらい分け取ります。サイドの髪の毛を後ろに持ってきて2回ねじります。下の髪の毛と合わします。すべての髪の毛をゴムで結んでいきます。毛先を2つに分けてギュッとします。この状態だと少しゴムが見えている感じになっていると思います。なのでこの上の髪の毛の部分を少し下にずらしてゴムを隠していきたいと思います。こんな感じでゴムは隠れたと思うんですけど、もっとしっかりと上からグッて下ろしたらもう完璧に隠れると思うので、不安な方はしっかりもっと上からギュッと下ろすのもおすすめです。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございます。でも難しかったところってやっぱあのあれこうねじったところじゃなく、なんかねじるのはできるんですけど、うん、その後こう一足で束ねるときにちょっとこうまあバラバラってなりやすいので。なるほどなるほどね。はい、私は今日2回ねじったんですけど、もし難しい方はどうせちょっとこう崩れちゃうんで3回こうねじってもいいのかもしれない、ね。うん、なるほどね。だからもう自分でやるときは3回ぐらいねじって緩んだことを想定するみたいな感じだ。握る。なるほどなるほど。だからまあそういう風にやってあげるのと、多分ねこうずらすとこあってんか下をね、あのゴムを隠すところあそこも結構ガッとずらしてあげる、なんか勢いよくみたいな感じだな。やってあげると結構綺麗にゴムを隠れてくれるかなと思うので、今日のゴム1本でできるアレンジですね。はい、よかったら皆さん参考にしてみてください。はい、じゃあこの動画が良かったら高評価ボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた皆さん次回の動画で会いましょう。さよなら。さよなら。